よもやあのような。よく聞け。昨夜風の女神ニンリル様から神託が下った。そりゃ羨ましいけど、え、もしかして。こたびはお主のその思いを汲み加護を与えてもよいと。週に一度異世界の甘味を祭壇に備え祈りを捧げよとのことだ。さすがに我のような大いなる加護は与えられぬとのことだが、ささやかな加護ならば可能であると。ささやか。ささやかな加護とは言っても即死効果やよほど強い呪術でもない限り状態異常は無効化される。念を押してきたぞ。女神様、甘味が食いたいだけか。何やってるんですか。これはニンリル様のお慈悲だ。心して受けよう。はあ、もちろんお供えもお祈りもするよ。でも祭壇はどうするんだ。あとお祈りの形式とか。祭壇などは何でも構わん。風の女神ニンリル様、ご希望のものをお供えしました。これに合うコーヒー牛乳もどうぞ。どうか私に神の加護をお与えください。やっとなのじゃ。これが夢にまで見たアンパン。もうなくなってしもった。幸せとは長く続かぬのじゃな。これはほんのり苦くて甘味のお供にぴったりなのじゃ。一つずつ大切に。これもこれも異世界の甘味が美味しいのがいけないのじゃ。そうなった。わらわは風の女神ニンリル。女神様、今すぐチョコレートとやらを備え祈るのじゃ。あ、どら焼きも一緒に備えるようにするのじゃ。週一って言ったのそっちでしょ。うるさいのじゃ。神だって楽しみが必要なのじゃ。グッジョブなのじゃ。とうとうやりよった。あの人間のスキル、異世界の食材を召喚できると知ったときから目をつけておったが、甘味まで手に入れるとは。アンパン、わらわ